東華賞は、日本の勲章の一つ。東華大受賞のみの谷一級からなる、日本における、後位勲章の一つである。1888年1月4日に、朝日賞の最上位たる勲一等極実東華大受賞として、追加制定されたが、2003年11月3日の、栄転制度改革により朝日賞から分離され、極実大受賞及び随法大受賞を授与されるべき。 物のうち功績または長年にわたる功労が特に優れているものに授与されると定義され、名称も東華大受賞に改められた。勲章自体の形容は変わらないが、極日章とは別種の東華章という勲章に分類され、極実十日東華大受賞ではなくなった。ここでは新制度における東華大受賞について解説する。旧制度の勲章については、 曲実賞及び、君一等旭実投下大受賞を参照。1875年4月10日に、日本で最初の勲章として、旭実賞が制定されたが、それから約13年後の1888年に、君一等旭実大受賞の上位にあたる勲章として、君一等旭実投下大受賞が、追加制定された。現在の投下賞の前身である。 一説によれば、禁止勲章の制定を画策した山形有友に栄転の差をつけられることを嫌った伊藤博文が対抗して制定を促したとも言われる。当時の宮中赤字において、禁止勲章の高級は同じ数字を持つ勲章より上位に位置づけられていたため、高一級禁止勲章は組当局実大受章よりも上位にあったが、 国党局実等下大寿所だけは、例外的に高級より、上位に位置づけられていた。戦後に、禁止勲章が廃止され、英典制度改正により朝日章と追放章は同格の普通勲章に改められたが、等下章はそれらより、上位の普通勲章として運用されている。英典制度改正までは、局実章の一種であり、 同種の国章は最高位のものを一つ汎用する。原則から、国一等極実大受賞など、下位の朝日賞と併配することはできなかった。極実賞とは別個の、投下賞になったため、これまでの朝日賞との併配が可能となった。また、英点制度改正までは、極実賞の性格から女性への授与も認められて、いなかった。 制度改正により性別問わず授与できることとなったが、授与例としては2010年の林博子のみである。赤色の尻尾を用いた八条の極光をベースに、四方に白色尻尾が施された極光が伸びている。この外方へ伸びた極光の間を、紫の尻尾で彩られた霧の花側をつなぐように、廃され、非常に繊細かつ美しいデザインの勲章である。 中は57の切り文をかたどり、裏面には、勲行聖書の文字が刻まれる。中央部の日明は厚く盛り上がったガラスで、深みのある赤い色を持っており、周囲を取り囲む極光の赤色尻尾は0.5ミ、mm、リメートルほどの、非常に薄いもので、同じ赤でも大きな色味の差をつけて、立体感を得ている。また、透過の部分においては、純銀では、 難しい比較的青みのある紫色を発色する有薬を使用しており高度な尻尾技術が用いられている。大樹は赤のオリジの両縁を白の総線が縁取るデザインとなっている。ただし外側にはほんのわずかに細く赤のオリジが残されている。国一等局実党課題受賞として制定当時の大樹は 106mm 幅と定められていたが、 東華賞として独立した勲章になったことを機に、大樹の幅は、男性用は100ミリメートル幅で統一された。勲章は大樹を持って右肩から左脇に垂れ、左胸に副章を廃用する。東華大樹章派曲日大樹章また、はずい方大樹章をたものふべきものの中その国さを、また箱を朗読に、幽れたるものにこれを、たものふの条文を踏襲し、現在では、国家、 または公共に対し功労のある者の,の中から、特に、極日大受賞、または、追放大受賞を授与する功労より優れた功労の、ある者に対して授与される。内閣総理大臣、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官といった三権の長を務めた、者にはおおむねこの勲章かそれ以上のものが授与、されている。また民間では卓越した功労のあった、 企業経営者や経済団体連合会の会長で功労のあった者などにも授与されている。国賓や皇族の公式訪問の際に交わされる儀礼助勲には通常では用いられない。特段功績のあった主要国の中日大使の離任の際には送られることもあり、これも儀礼助勲の一つと考えることもできるが、外交官への助勲は駐在時の功績により、 勲章の種類が変わることがあるので、相手の三位のみで無条件に勲章を送る、通常の儀礼助勲とは区別して捉える必要がある。功労評価によらない純粋な儀礼助勲での運用は、現在まで文書での記録が発見されておらず、確認することができない。下記の皇族民例の制定により、男性皇族への初ノ部が、 区民当局実当課大受賞へと引き上げられたため、以降の皇族男子への助勲は、下記の通りである。日本国憲法施行以後は、旧来の皇族民異例を、おおよそ踏襲した助勲がなされているが、1947年の11、三宅51名の親戚公開以降、王の御位を持つ皇族がいなかったため、王に対する助勲の例はない。なお、 1989年1月7日に、第125代天皇昭日と、2019年5月1日に、第126代天皇徳人が大勲位菊花賞、軽食、文化勲章と共に廃用している。日本国憲法第7条7項が定める天皇の国事行為の一つ、英典を授与することという規定及び、君主は英典の源泉であるという慣習によるものである。 マハティール・ビン・モハマド、いずれも、東海大受賞。ありがとうございます。